ディエゴ・ブランダオンは、ブラジルの男性総合格闘家。セアラー州、ホルタレザ出身。ジャクソンズ MMA 所属。TUF-14 フェザー級優勝。父親が死去した14歳の時に、ブラジリアン柔術を始めた。2005年、家族の生活費を稼ぐために16歳で、プロ総合格闘技デビュー。2011年、リアリティ番組。 ザ・アルティメット・ファイターのシーズン14に参加。マイケル・ウィスピン率いるチーム・ウィスピンに所属。フェザー級トーナメント1回戦でスティーブン・サイラーと対戦し、小勝準決勝でブライアン・キャラウェイと対戦し、小勝を収め決勝進出を果たした。2011年12月3日、ザ・アルティメット・ファイター14フィナーレのフェザー級トーナメント決勝で、 デニス・バミューデスと対戦し、腕ひしに十字固めで一本勝ちを収め優勝を果たした。ファイト・オブ・ザ・ナイトとサブ・ミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2012年5月26日、UFC 本戦初出場となった UFC146 でダレン・エルキンスと対戦し、0から3の判定負けを喫した。2013年12月28日、 UFC168 でフェザー級ランキング6位のダスティン・ポイエーと対戦し、パウンドで小負け。この試合は、ブランダオンの体重超過により 68.7kg 契約で行われた。2014年7月19日、UFC ファイトナイト、マクレガー VS、ブロンドーでフェザー級ランキング12位のコナー・マクレガーと対戦し、パウンドで TKO 負け。 2015年9月27日、UFC ファイトナイト、バーネット VS、ネルソンで、キクノカツノリと対戦し、パウンドで TKO 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年1月2日、UFC195 で、ブライアン・オルテガと対戦し、三角締めで一本負け。試合後の薬物検査で、マリファナの陽性反応が検出されたため、ネバダ州、 アスレチックコミッションから9ヶ月間の出場停止処分を受けた。2016年4月15日、ストリップクラブの店員を銃で殴り逮捕されたため、UFC からリリースされた。ありがとうございます。